あの紫式部とそれからその生きた時代そして源氏物語を考えている立場から少し源氏物語の場所と心ということでお話しさせていただきますがもしかしたら多少植物的な話になるかもしれないつまり建築としての神殿くりが物語発生の現場であったということをできるだけリアルにお分かりいただきたいわけです。 取手元の資料もございますので、どうぞご覧ください。物といえばただ物ならぬものであり、ことといえばただ事ならぬことであったというのは平安時代の言葉でも意味として生きております。物語といえば普通ではない事柄を語る形式であったというのは、源氏物語、それ以前にも認識ができておりました。 しかし「源氏物語」が非常に面白いのは自自分自身の中でで物語とととは何かいいうことを言っている点です。画面の方の1行目「人間の所葬で」というふうに源氏物語は言っております。ですからまあもともと人間世界にある事実が元になっているんだと。でそれをあの聞いた人物見た人物が見るにもあかず聞くにも余るという体験をしそれを自分で語り伝えるだけではなく。 後の世の人にも言い伝えさせたいと思ってそれを心に込めがたく言い置いたのが始まりであるつまり物語の工芸には事実があるのだというリアリズム宣言をしたわけですこれはあの今は昔、まあ、つまり昔昔ということで昔あったという言い方の中で虚構ファンタジーを作った という、まあ、竹取物語等のそれ以前の物語とは大きな違いですさてこの「源氏物語」の中では「源氏物語自身が噂話であるのだ」というようなことが書かれていてますます事実とその「源氏物語」というものの混乱があ、まあ、あの読む人の心に引き起こされるところなんですがそれが「母鬼」という巻の冒頭です。 そこには「光源氏なの,のみことごとしゅう言い聞かれた」も「光源氏」とは名前はピカピカしているが実は消されてしまうような失敗談も多いのだとで本人はかかる好きごとどもを末の世にも聞き伝えて「かろびたる名古屋長さんこんな僕が洋行沙汰ばっかりしてた」ということを後々の人が聞き伝えて「光源氏軽い」と噂されたらどうしようと ここから赤い部分ですが、忍びたまいける隠れ絵と光源氏自身はひた隠しにしていたことをさえまあある人物が語り伝えてしまったんだ。その人の物言いさがなさよ、人のおしゃべりの罪深さときたらねというふうにこれは光源氏の隠していることを私が暴くのであるとまあ言っているわけなんです。ところでその光源氏が噂を流される現場。 とということすら<っ>源氏物語は書いております、はいえー、同じ母紀の巻なんですが光源氏がある頭領階級、まあ、国史階級の人物の邸宅こちら神殿造りですがそちらに肩たがガをいたしますでその肩たがガ先で、えー、自分の噂が語られている現場に遭遇するわけです。 それが最初の黒丸のところですがこの近きもやにいつおいたるなるべし、どういう場所かということは後ほどご説明いたしますうち、えー、ささめき言うことどもささやいていることを聞くと自分の、まあ、身の上というかあことであったとでそれがあの2つある鍵格好の内なんですが女房たちが女房らしい噂をしているわけですそちら現代語訳したものがございます えっと女房マーク、あのこれ、源氏物語ののあに、青年期の時に出たマークなんですけども、あの紫のゆかりちゃんマークといいますか、まあ、女房がしゃべっているということで、ご覧ください、真ん中のカニカッコです、とっても真面目で、まだお若いのに奥さんはいらっしゃるのがつまらないわとまあ女房へ申しますと、あら、でもお忍びで通うところには通ってらっしゃるようよ。 などとまあ自分のことを語っているわけです。さて、このようなことがあ漏れ、聞こえてくる空間というのが神殿づくりです。これはその神殿づくりの場所のことをお書いた本文であり、その現代語訳ですが、早速どういう場所かをご覧いただきましょう。これはあの上が年中行事絵巻の千<ー>病にしたものです。で実際にございました、東三条殿、藤原道長の… 父親が暮らしていたところですがそこで行われた大あ大きな共演の現場の様子を吹き抜き抜でで示したものですで下は歴民泊でこの年中行事絵巻をもとにして東山城殿を復元模型にしたものです。 このように神殿くりは大きな庭を抱えておりまして神殿という建物この真ん中にあるこれですねこれが神殿ですで以前の研究では神殿を中心にして左右対称で建物があると考えられておりましたが今いくつか発掘調査が行われて東山城のもこれ対象ではないということがはっきり分かっています。それではは神殿作りとととと一体何なのかということを定義付けますと こちらタイトルに示しました儀式用の開放建築ということですこれがあの儀式代表している時なんですけれども一年に数度この神殿造りを舞台にして供行たちを招き何十人あるいはそのお,、まあ、お月のものも含めますと100人200人単位の人物が集まるという儀式を行わなくてはなりません。 つまり現代の私たちが住まいする家の中で結婚式だの卒業パーティーだのが行われるという、まあ、その時のためにこうした大きな大規模な神殿というものを持たなくてはいけないそして実際にそれを行う時には中を開け放って一つのホールのようなものを作るそれが必要になったわけですここは内と外はセキュリティの問題もありますので健康な仕切りが必要です。 左側に見えておりますのがこれ2枚格子という格子戸です。この格子戸、瞳戸とも申しますが三層構造になっていて白く見えるのは5分を塗った板です。で、その表とそれからこれ裏側、開け放ってあって裏側が見えますけれども外側にも内側にも黒い格子を縦と横に貼り付けております。非常に重いものです。大きさはこの柱の上から下までが2.4メートルほど。 そして横幅は3メートルございますこちら1枚格しですが、えー、3四× 2 4メートルのものを内側にぐーっと引き上げて止めますとても重いのでとても一人ではできません、えー、2枚格しの場合このようにこれ2000円札の紫式部の紫式部日経巻きなんですが、えー、下はあの固定式になっておりますが上はこうやって、えー、ちょっと開けてますね中につっかい棒みたいなことをしています。 でこれをあの普段開けますときは朝開けるそしてこちらの左側のように90度開けましてそして上からあの鉄の棒みたいなもの鍵が下がっていてそこで止めるという形ですそしてこの固定式なものは外して別のところに閉まってしまいますそのように朝開けるそして夜になると閉める1日1回開け閉めするということしかできないような健康な仕切りです。 これがあの現在、氏神神社平安、後期、鎌倉前期のもので残っているあの神社なんですけれども、そこであの実際に格子を下げていただいた時の様子ですえ、格子を開けますと外の明かりが入りますが、格子を閉めますと全く見えないつまり格子による光の遮断が見えない空間を作り出す。それが神殿造りの内側であるということです。 ところで、神殿づりの屋内はどのような仕切りになっているかと申しますと、こうした脆弱な仕切りばかりです。左側が襖障子、まあ、現在の襖と同じようなものですが、紙です。それから右上がミスですえ。透けて見えるような、これもやはり脆弱な仕切り。そして右下が壁白と申しますが、全く現在のカーテン用のものです。 そういういわけでこれあの付近付き屋台にしてあの屋根を取り払ってしまった神殿、母屋の様子ですがこのようにぐるりと外側と内側とは瞳格しで仕切ることができますが内側は全部取り払いますと、まあ、周りぐるっとひさしというドーナツ状のところそして内側はこれ柱間が3メートルですので1 5メートル6メートルのワンルーム。 まあ、ここだけは少し漆喰の,の壁がありますけれどもおおよそワンルームに全体がなるわけですですからその中があのカーテン用のもので仕切られたあ見えないしかし声は聞こえてくるワンルームであるこれが不確かな噂話の発生とルフということに非常に、まあ、役立つというか効果があったわけです。 さて、女房たちはどういうところで暮らしているかと申しますとこれがあ推測される女房紫式部の場合です。あかあ <laughs> すみません。何か例の声が聞こえてくるみたいなんですけれどもあのこちら側先ほどお見せした神殿でこちら別棟がございまして渡り廊下が北側側と南側でございます。その渡り廊下北側の方が幅の広い渡り廊下になっていて。 その北側をさらに半分に仕切りまして、ここが女房の居室になっていたわけです。だからあの紫式部の部屋の前はここ人がいっぱい通っているんですね。で、この9メートルの廊下を3メートルずつに仕切りまして、真ん中が紫式部の部屋であったと考えられております。ですから女房の坪根というのは、あの周りがカーテンばかりで仕切られた3メートル ×3 メートル、 ぐらいの広さのものです。現在の5.5畳ほどに当たります。そういう中で紫式部たちはまああまりプライバシーのない生活をしていたのですが、それを変えて喜んだ人物もおりました。それが聖書納言です。聖書なごんは人のあの何て言うんですかプライバシーを除くのが非常に好きで、しかもそれをあの言い放って恥じることがない。 それは枕草子に書いているのでして「えー、心憎きもの」という段の中で「心憎い」「憎いね」と思うことはいくつもあるがと列挙した中で「人の伏したるに物を隔てて聞くにと」と隣室の人が寝ているのですがそこに彼が着ているわけです。男が着て何かそのような様子であるのを自分は物を隔てて聞く、まあ、カーテン用の物を隔てているわけです。水か貴重か壁か壁その向こうで、えーまあ ああ何か展開されててるで、えー、ちょっっと寝入ってしまったんですね青少年がしかし夜中ばかりなどうち驚きて聞けば起きたる何な,なり、えー、また目を覚まして聞き耳を立てますと向こうは起きているなという物事が聞こえる至ることは聞こえず男もしのびやかにうち,うち笑いたるこそ何事ならんとゆかしけれと、まあ、このような女房が隣室にいたら大変なわけです。 し,かしまあこの女房生活というのはさらに面白いのはゴミ箱というのが共通である共同のゴミ箱を使っているので左側のうれしきもののところでは秘密の手紙を手に入れておりますうれしきもの人のやり捨てたる文を継ぎてみるにわざわざ破ってあったのに告合わせてみるそうすると同じ続きをというのは同じ下りつまりつながったた下り何行もそれを見つけたうれしい <laughs> と言ってるのですからこんな人が一緒にいると大変です。 こういう人と一緒にいなくてはいけないのがこの女房たち右下におりますが聞き耳を立てている聞き耳を立てられているのはこちらの方の奥様と旦那様であります物語というのはこういう人が主人公であって女房はその物語の媒介者でありますこちらでは覗き込んでしまっていますこちらあのお ここにいるのが天皇そしてこちらカオルです天皇は今カオルと語を打っていますが魂胆がありこの語にわざと負けるつもりです負けた暁にはああ負けてしまったそれでは罰ゲームにうちの娘をやろうと,と言ってカオルを断れない状態にして娘と結婚させようという魂胆ですこちらの女房たちはそういうことを日頃から天皇から打ち明けられ天皇はうまく負けられるのだろうかと言って でやもたってもたまらずもうこの人などは覗き込んでしまっているとここは少し空いていますね彼女は聞いているとこのように主人たちは常に自分たちの行動が女房に惹かれているという状態です、えー、主人たちのプライベート教室は室内にさらにこの左側のみち台というものを置きましてこの中はだいたいまあ2畳ぐらいの広さがございます 右下にいるのは私なんですけどもあの京都の井筒さんの風俗博物館で復元された道を台に光源氏装束で入ってみましたがなかなかくつろげる空間でしたしかしここにいても周りがあの帳であるということにご注意ください。物音は必ずや聞きつけけられるわけです。 でここからはそこからどうした申請が浮かぶかということなんですが画面切れてしまって少し読みになりにくいのでご説明のみ申し上げますここではあの光源氏の妻のあ紫の上がもうすでに四十、えー、ほどになっており光源氏の恋もやむかと思ったらあ女さんのみやと結婚してしまったで自分では心が波打っているんだがそのことを女房に聞きつけられるかもしれない。 と思って身動ききもできず私たちはこのように最後になりますが「えー、神殿造り」というのは主人である物語主人公級の人々と女房というのは噂の発生源でもあり物語の語り手にもなる人物たちが密着する非空間でありますここに物語が発生し女房によって流布するとそういった場所の中で、えー、心はどうなるかと。 申しますと邸宅の奥にいる妻でありながら常に他者の耳のある空間に束縛されざるを得ないそこには普段の世間意識自分は世間に出ていないのに世間と密着しているという意識が醸成されるわけです。それが「源氏物語」「女君たち」の基本的な思想になっていると私は考えます。 ちなみにこれは物語を読んでいる図柄ですがあちらの方ですねここにいる女房が物語の字を読んでいますそしてこちら浮舟ですが物語の絵を見ていますこのように実は字と絵が別になっているのが当時の物語の鑑賞の仕方で女房たちはその時々によって読み方を変えたりセリフを変えたりすることは常のことでありました。ですからあ 記された物語といえども一種の交渉文芸のような形でもあったということはこうした絵巻からも分かってくるわけです。それでは時間になりましたので最初の「源氏物語の場所と心」ということでお伝えいたしました。